では職人から見た恋人、うん、ここにもまた各タイプがどうやって見えてるかがありました、うん、職人理想から見た王様、周りにいつも気を配る、うん、明るく温かくおおらか、うん、多くの友達がいて慕われている、うん、新しい知り合いにはじゃああれを貸してあげるって調子がいい、うん、大勢で喫茶店に入ったり飲みに行ったりすると必ず真ん中に座り、うん、グループ全員にまんべんなく話しかける、うん、みたいなタイプ、うん、でもやっぱ俺ちゃうな、僕も王様じゃないなって、うん、そんな、なんかなんて言うんだろう、天真爛漫じゃないと僕では自分では思ってるんですね、うんうん、はい、軍で職人理想から見た軍人は、うん、現実的で実行力があるバイタリティのある人、うん、他人の間違いや悪口は腹の底から嬉しそう、うん、あーなんかこの辺ねピンとくるんですよね、はい、ちょっとしたケアレスミスでもあざとく見つける、そうですね、急に僕恥ずかしくなりましたね、うん、そう見られてる、そうやりがち、やりがち、はい、あ、理想の人がそう見てるってことですよね、そうですね、理想型の人が、はい、うん、仕事や社会に対する忠誠心が高い、うん、無理な仕事も結構やり遂げてしまう、うん、あとは職人から見た学者、うん、法則ですね、うん、人の話を聞くとき、うん、自分の興味のある部分だけ特に反応する、うん、が普段は無口、うん、他は聞いているのか聞いていないのかわからない、うん、相手の状況を分析評価してアドバイスをする、うん、ただし同情やねぎらいの言葉は少ない、うん、どこか冷めてる、うん、一歩引いてる、うん、ひょうひょうとしている、うん、っていうタイプ、うん、で理想、はい、職人から見た理想職人、うん、責任感が強い、うん、いろいろ面倒を見たりかばってやったり助言をしたりしようとする、うん、その代わり、しつけとか指導に厳しい、うん、あとは、自分の上司やスポンサーなどには反骨心が旺盛、うん、社員としてではなく、うん、一人の銀行マンとして、うんうんうん、みたいなことを言う、うん、決してトップになりたがらない、うん、トップになると、うん、トップらしくないトップを目指してしまう、うんうんうん、っていう、職人理想ですね、うん、から見た王様の切り方、うん、はいはい、どうやって切るか、うん、理想型職人っていうのは、うん、一途ですね、うんうん、一途なあなたがパートナーと別れたくなる、うん、というのは、うん、よほどのことだと思いますと、うんうん、パートナーと別れるときは今まで我慢していたその気持ちを、うんうん、思い切りぶつけてしまうのが一番いい方法ですと、うん、今まで腹の底に収めていた思い、うん、友達にこぼしていた愚痴、うん、胸に突き刺さっている彼彼女の背信行為の数々、うん、それを思い切って話していきます、うん、そのパートナーへの不信感、怒り、絶望感が強ければ、うん、彼彼女にはそのエネルギーが必ず伝わります、うんうん、そしてその自分の行為を後悔したり反省したりはしませんが、うん、いかに嫌われたかを悟ってあなたの元を去ってくれるでしょう、うんうんうん、なんでやっぱりこの王様注目、うんうん、職人理想っていうのは、うん、この感情の方、うんうんうん、なので、うんうん、感情で訴えるのが、うん、いいんでしょうね。まあなんかこう大変そうって感じじゃないですか。もう思いっきりぶつけてくれば王様の人がこうひるむみたいな感じじゃないですか。そうですね、うん、はい、では理想職人から見た軍人、うん、司令型の、うん、上手な別れ方、うん、別れる時に決して反省を求めてはいけません。ああ、負けですかね。そうですね負けず嫌いのパートナーなので、うん、何があっても自分の非を認めまいとして、うん、反論のための反論を始めてしまいます、うんうんうん、でそれにつられてカッとなったり、うん、事細かな例を挙げつらい始めたら、うん、収拾がつかなくなってしまいますと、うんうん、もし別れると決めたなら、うん、あなた自身を大切にするためできるだけすんなり別れる方が得策ですと、う
反省を求めないということですね、うん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 、そのためには、まあ、理想型のあなたが悪人になってしまいましょうと、うんうん、私あなたに飽きちゃった、うん、もう顔を見るのもうんざり、うん、もう別れましょう、うんうん、というふうに、あ、そうかも、別れる理由を自分のわがままにしてしまうのですと、うんうん、何が言ってきてももう嫌いになったから、うん、で突っ跳ねる、うん、そうすれば納得してくれるでしょう、うん、まあ、理想型の人って言葉が強いじゃないですか。強そうです、うん、なんかこうバーンっていきそうだけど、なんか司令型はそれに負けまいとする、はい、と泥沼みたいな、ね、まあ、私が悪いっていうことですよね、うんうん、このそうそう、もう飽きちゃったぐらい、要は私が悪になる、うん、その方がまあすんなりいきますよって、物事が司令型だと、うん、っていう、うん、ああ今なんかちょっと思ったのは、うん、別れるときは、はい、自分を折って、うん、相手のに合わせた別れ方をする、うん、それがまあ効率的みたいな話ですよね。これがもう いかにこの理想の人が、うん、その別れを無理を伝えるべきみたいなのを思ってたとしても、うん、それこじれるだけだよって話ですよね。こじれるだけで疲れるだけだよみたいな。そうですよね、はい、では、職人から見た学者法則との別れ方、うんうん、はい、今後も、うん、別れてからも付き合い、うん、と思っているなら、うん、話し合いは有効だと、うんうんうん、まあ仲良くやっていこうみたいな、仕事の関係上とかとか、はい、もうまあ話し合いはできるタイプだと、うんうんうん、ただもう別れると決めてるなら、うん、話し合いは客がやって一理なしだと、うんうんうん、この理想型にとっては、うん、その相手がしてきた裏切りや愛情の少なさを責めたくなるし、うんうん、そのパートナーはパートナーで、うん、2人でいた方がお互いのためになるみたいなへりくつを展開してくるので全く話が噛み合わないでしょうと。それよりも、あなたの心の傷を一刻も早く癒すために手紙でも別れを告げたらあとは一切会わないみたいなのが一番いいでしょうと。あ、やっぱりこの理想型っていうのは何か言いたくなるんですかね。多分何か言いたくなるんじゃないですか。で、王様は何か言われるともういいって逃げていくから、はい、王様ぶつければ思いっきりぶつければいいよって話で、はい、これちょっと面白いですね、はい、面白い、うん、では理想職人から見た理想職人の別れ方は、うん、あなたが彼と別れたい、彼彼女と別れたいと思っているということは、最初は自分にとっては本当の恋人だと思っていたのだけれど、うん、残念ながら違っていたということに気がついたからでしょうと、うん、あなたが感じている裏切られたようながっかりした気持ちを全て伝えてしまいましょうと、うんうん、そうすると相手もあなたを責めてくるかもしれませんが、うん、うまくいかなくなっている場合、うん、そういうことも多い、お互い思っているんだね、うん、となっていれば、うん、その話し合いの中でそういうことが分かり、うん、綺麗に別れられる、うんうん、なんていうこと、まあ、理想じゃないっていうのが分かるってことですよね。相手も相手で理想じゃないっていうことが伝わるっていうことですね、うんうんうん、